どうも皆さんこんにちは、イサフトです。よしじゃあ続きやっていきましょう。ユーナとかティーダとかなんか話しかける感じでいいのかな。今ではスパーフの上で油断していた。もう二度と油断しない。俺も油断してたな、ごめんごめん。こっちか。召喚師様がいてくださるおかげで、ああちょっと待って、早い早い。お怪我ありませんかと。召喚師様がいてくださるおかげで真意の恐怖も和らぎますぞ。うん、それだけね。オッケーオッケー。で、ワッカは気をつけようぜ。うい、気をつけようぜ。しばらく動けそうにないわね。あら、なんで。あとはどこに行ける。こっち側かな。アーロン先輩、ユーナから目を離すな。うい、所詮。で、シュパーフ使いはお休み中なのね。元気になるまで待っている。どうしたらいい。どうしよう、なんかもうないんじゃない。あ、こっちか。お、あ、こいつあれじゃん、あの手下じゃん。とりあえず宝箱エーテルね。こいつあれだよ、あのあいつなんだっけ、コミックシウマ。あれ違った、魔物が出動します。なんどこ行ったらいい。うん、はいはいはい。あれなんかこれだけ。あ、一旦なんかマップ出ろって感じか。オッケー、じゃあマップやってこう。このなんか変な森林やっていきたいと思います。あ、リュック。死んでる。うわっ、あ、久しいな、リュック。あ、よく知ってるリュックだ。よっと、ああ死ぬかと思った。あ、リュック、リュックだよな。いや、これだよこれだよ、俺の知ってるリュックは。無事だったんだな、元気だったか。見た感じ無事ではなさそうだよね。顔色悪いな、なんかあったのか。君にやられたの。え、あれに乗ってたのか。あ、さっきの機械、あの中にいたのか。さ、もうめちゃめちゃ痛かった。ひどいよね、もう。え、リュックなんでよ。 でもさ、そっちが襲ってきたんだろ。違う、深い事情があるんだよ。教えてよ。知り合いか。まあそんな感じ。命の恩人だよ。リュックです。ほら、ユーナとルールにはルカで話したよな。ビサイドに流れ着く前に俺が世話になった。ああそりゃお前恩人だろ。会えてよかったよな。いや、そう、ほんとほんと、それそれ、たまものだ。で、リュック、倒れてたみたいだけど、怪我ないか。ワッカ、ちょっと待って。あ、なんだ。ちょっと、話したいんだけど。おお、話せよ。女子だけで話し合いです。男子は待っててください。そうね、そうしましょう。おー、ん、いや、私アルベド族なんですけど。うん、それ知ってるぜ。ちょっとこっちつらかせよ。アーロンさん、リュックを私のガードにしたいんですけど。顔を上げろ。え、顔を見せる。あ、いいよ。目を開けろ。ん、なんだ。やはりダメ。覚悟はいいのか。え、何。当たり前です。ユーナの目の色と一緒ってこと。というわけでいいんだよね。ユーナの片方の目と色同じだったけど。私はぜひ。違う、関係ない。なんで目を見た。リュックはいい子だよ。俺も世話になったし。でも襲いかかったよ、うん、その理由まず聞こうよ。
そうだな、賑やかになっていいかもな。そうそう、じゃあ私は賑やか担当ってことで。まあ元気って感じだもんね。ワッカはあんなにアルベド族が嫌いなのに。よろしくお願いします。リュックがアルベド族だって気づかなかった。よし、次んとこ行くぞ。グアドサラムだね、次は。この先がグアドサラムかな。なんかアイテムありそうだな。ちょっと散策しようか。あー、何もないね。こっち側は？あー、マジ？何もないか。あー、じゃあ行こうか。なんかクラゲみたいなシルエットだね。おお、なんか木の中の町だね。お、綺麗綺麗綺麗。お待ちしておりました、ユーナ様。ようこそグアドサラムへ。ささ、ユーナ様、こちらへ。あの、なんなんだあんた。これは失礼。私、トアメルグアドと申します。なんか地名に名前が入ってるじゃん。シーモアグアドの身内のものでございます。あ、グアド言ってた。そうそうそう、シーモア様がユーナ様に大切なお話があるそうで。じゃあ来てんの？私にですか？どんなお話でしょう？ともあれ、まずはシーモア様のお屋敷へどうぞ。あ、あれ屋敷なんだ。ユーナ様も歓迎いたしますよ。なんか強引だよね。そうね。忘れてた。何？そういうことでよろしく。おお、なんかね、武器の改造ができるようになった。え、ちょっととりあえずこっち入ってみようぜ。あ、ここはただの宿やね。 OK、 了解。よし、じゃあシーモアの屋敷に一旦行こうか。あ、その前に宝箱だけさすがに採取して、メガポーション、これありがたい。反対側にはないか。 OK、 じゃあ行きましょう。なんか扉まがまがしいな。ユーナ、とりあえず奥か。どうぞこちらへ。いや、なんか怖いね、ちょっと。シーモア様をお呼びしてまいります。しばしお待ちを。あ、アーロンか。警戒を怠るなよ。そうだね。なんで？エボンの偉い人の家だろ。力を持つと使わずにはいられない、そういう輩かもしれん。あんたさ、エボンの教えとか信じてないのか？俺もザナルカンド暮らしが長かったからな。ああ、え、それだけ？メシ。このグアドサラムには寺院がないでしょ。あ、ないんだ。だから普通召喚師たちは通り過ぎるだけなのよ。おう。何？いや、何も聞かなくても説明してくれるから。余計なお世話ってわけ。違う違う。俺が何も知らないことを分かってくれたんだなって思って。あ、ねね、ちょっと嬉しいよね。信じてくれた。いや、いいね、ルール姉さん。まあね、私には知らないことがたくさんある。その中の一つにあんたのザナルカンドがある。そう考えれば納得できない話じゃないわ。でも気をつけて、私たち以外には言わない方がいいわね。うん、わかった。ありがとう、ルル姉さん。決まりはシーモア老師が気に入らない。そうね。シーで、そのユーナはドキドキするな、もう。そうね、めっちゃドキ…あ、来た。お客人を迎えるのは楽しいものです。ジスカル様が亡くなって以来、この屋敷は静かすぎました。ジスカル。ジスカル老師の死はスピラにとって大きな損失です。あ、もっと老師ね。ジスカル老師って
そんなにすごいのか。グアド族にエボンの教えを広めたんだ。へえ。惜しい方をなくした。そう、まことに残念です。しかし我らには新たな指導者シーモア様がおられる。で、そのシーモア様は、ウアドと人の間に生まれたお方。必ずや二つの種族を結ぶ絆となってくださいます。あ、このなんか木みたいな感じがグアドなんだ。それだけではありません。シーモア様はこのスピラに生きるすべてのものの未来を照らす光となるでしょうな。それぐらいにしておけ、トアメル。あまり持ち上げられると居心地が悪い。ああ、かっ、いやでもかっこいいね、シーモア、本当に。ようこそ皆さん。あの、お話って。そう、結論を急がずにごゆるりと。言うのは先を急ぐ身だ。手短に済ませてもらいたい。しっけ、久方ぶりに客人を迎えたので、つい。ユーナ殿、こちらへ。え、なになになに、怖いよ。え、なに、え、すごいすごい、これシーモアの力。これは異界を漂う死者の思念から再現した貴重なスフィア。てか映像のユーナめっちゃ可愛くね。すげえ可愛いんだけど。ザナルカンド。え、ガチザナルカンド。そう、ザナルカンド、およそ1000年前の姿です。おお、ティーダがいた世界線だ。世界線で言ったら同じか、ティーダがいた時か。繁栄を極めた機械仕掛けの町ザナルカンド、彼女はここで暮らしました。いや、かっこいいな。彼女とは。彼女、おい、無視すんなよ。あ、ユーナレスカだ。あ、なるほど、ユーナレスカは初めて。ユーナレスカ様、お目にかかる。初めて神を倒し世界を救ったお方です。あ、そうなんだ。そしてあなたはその名を受け継いでいる。父がつけてくれたそうです。ブラスカ様はあなたに願いを託したのでしょう。ユーナレスカ様のごとく神に立ち向かい。あ、そうなんだ。ユーナレスカって別人なんだ。しかしユーナレスカ様はお一人で世界を救ったのではありません。なんかユーナの無敵の神を倒した。生まれ変わりというか、二つの心を固く結んだ、とはに変わらぬ愛の絆。ああ、なんかユーナが覚醒した姿みたいなかと思ってたわ。違うんだね。なんかウォーリアーオブライトみたいなのが来たよ。誰？あれの説明はないの？あ、これブラスカ様もしかして。なんだ？何の話をしている？シンはジェクトだみたいな話をしたのかな。何？そんな嘘でしょっていう感じ？信じませんみたいな。何？何の話だったの？どうした？どうした？わあ。
丈夫か？どうしたの？どうしたの？結婚を申し込まれました。マジっすか？え？おい、ユーナの使命を知っているはずだが。もちろん、ユーナ殿の、いや、召喚士の使命はスピラに平和と安定をもたらすこと。しかし、神を倒すことだけが全てではありますまい。まあまあそうね。神に苦しむ民の心を少しでも晴れやかに、それもまた民を導く者の務め。私はエボンの老師としてユーナ殿に結婚を申し込んだのです。スピラは劇場ではない。ひとときの夢で観客を酔わせても現実は変わらない。なんかアーロンの言葉ってかっこいいね。舞台に立つのが役者の務め。センスあるわ。なんだ、何が目的だ。今すぐに答える必要はありません。どうかじっくり考えてください。ノーといえば仲間をすべて殺すみたいな感じか。そうさせてもらおう。出るぞ。ユーナ殿、良い返事をお待ちしています。何のためにとどまっているのです。これは失礼。我々グアドは異界の匂いに敏感なもので。何今の一言、何、どういう意味。なんか意味わかんない展開だったけど、最後リュックがフルーツ持って逃げる姿が可愛かったので OK です。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。